皆さんこんにちは、今日はですね、ゴールデンウィークの休みということで、ちょっと山に来て作業しようかと思います。少しですね、前回と変わったところがございますので、そちらをご紹介していきます。まずですね、あちらの屋根、修繕しました。穴が開いてて、まあ、雨とか雪とかですね、降った時にもう中に、全部びしょびしょになってしまってたんですが、ようやく、あそこをですね、コンパネをまず塞いで、でその上にですね、トタンの方を張って、修理いたしました。トタンとコンパネはですね、この現地にあったものを、こういったものを使って、トタンもですね、新品のトタンがありましたので、これですね、それを何枚かですね、剥がれている箇所全部貼って、修理しました。ただですね、前回 の雨降った時にちょっと来たんですが、ちょっと水が雨漏れがしてきます。この上のこの柱じゃない梁ですね、梁の横あたりのところですね、ちょうど木が腐っているところがあるんですが、ちょうどここら辺ですね、ここからちょっと水がですね、大量に出てきましたので、本当はトタンの重ね方があるんですが、下の方を下で、屋根高い方からですね、上に張っていくというような感じの張り方なんですが、もともと張ってあったトタンがもう錆びて腐ってたので、ちょっとその下に潜らせるってことができなくて、ちょっとその上に張ってしまったんですね。まあ、それが原因かと思うんですが、ちょっと雨降った時に漏れてきてしまうので、また、後日ですね、ちょっと時間ある時を見て、新しいトタンをですね、またこの古いトタンの上からですね、貼ればおそらく大丈夫かなと思います。あとここら辺にあったコンパネとかですね、襖みたいな資材ですね、あちらの方は全部切ってですね、あとこのコンパネも何枚かですね、切って、薪として作りました。これとかですね、あとここら辺ですね、コンパネを切って、薪として作りました。まだまだありますんで、ちょっと薪棚をですね、ちょっと作ろうかなと思うんですが、それはまだ急ぎではないので、後々ちょっと時間があるときを見計らって、やろうと思います。あとですね、こちらにあった仮設トイレがあったと思うんですが、仮設トイレはですね、私使わないので処分に困ってたんですが、ちょうどですね、欲しいという方がいて、ボロボロなんですけれども、まあ、ちょっと直して使うということで、無料で、あげるということを言いましたら欲しいということだったので、持ってってもらいました。軽トラックで取りに来て、ちょっと頑張って2人で積んでですね、持って帰ってもらいました。でここの空いたところにですね、この物置、今小さな物置ですね、淀港 の物置なんですけれども、こちらをですね、ちょっと知り合いの人からいただきまして、もう使わないということで、もらいました。この間トラックで持ってきてもらって、下ですね、ちょっとブロックを敷いて、その上に、設置しました。物置がですね、ちょっと今プレハブしかないもので、いろいろと中がやっぱ狭くなってしまうので、普段あまり使わないものですね。まあ灯油とかですね、あとストーブとか、まあ、ちょっとした資材とかですね、こういったものをちょっと中にあると邪魔なものですね、ちょっと外にしまいました。これはですね、大きさ的にはまあ一人用で小さいやつなんですが、よくアパートとかですね、まあそういったところ仮設住宅とかに使ってるようなやつなんですが、もういらないので持ってっていいよってことで、いただきました。これはだいぶ助かりますね。で砂利の方もちょっともらいまして、前回ですね、このユンボ入るところに、採石を敷いたんですね。これ砂利、これももらったんですが、これは20ミリの砂利なんですけども、ユンボを出し入れするときにもうキャタピラにくっついて持ってかれちゃうんですね。ということで今回、40ミリの、採石をもらいました。ちょっと生コン屋で働いてる友達がいたので、ちょっと分けてあげるよということで、
ちょっと余ったものですね、いただきました。これ後々ですね、ちょっとどこかに使おうかなと思います。ひとまずこのまま保管しておきます。今日はですね、駐車場の方を、ちょっと作っていくんですが、前回、まあ、ここ慣らした部分が、ちょうど乾いてきてですね、またゴミが浮き出てきました。こういったものですね。で、長さ的にはやっぱり6メーターぐらい、この道路のですね、この境目から6メーターぐらいやっぱ欲しいので、となるとやっぱここぐらいまで来るんですね。ってなるとですね、この横の、こういった木はですね、ちょっと邪魔になってくるのと、中にですね、ちょっと山になってるんですが、この中におそらくゴミがまだ埋まってますんで、よく見るとわかるんですが、ゴミが中に見えるんですね。なのでちょっとここら辺の広げるためにちょっと木を切ってですね、ちょっとユンボで掘削してまたゴミを出すといった作業をしていきたいと思います。今ですね、ちょっとユンボで作業中に動画が途中で途切れてしまったんですが、今全部掘り返しまして、このゴミの山でしたね。やっぱりタイヤだとか柄とかですね、あと金属のゴミとか、まあ、とにかくプラスチックとかですね、本当瓦礫だらけですね。こういったちょっとわけわかんない鉄のゴミとか、この布とかですね、本当にゴミだらけです。おそらくここのちょっと山になっている部分は、全部ゴミが埋まっていると思います。本当に大量ですね。バッテリーとか、あとトタンとかですね、このブルーシートとか、本当に次々これだけ出てきます。今日はですね、これからちょっとゴミここ出しっぱなしにするとやっぱ見栄え悪いので、ちょっと片付けしなきゃないので、ユンボで使うのはここまでにします。
ね、ほんとこのゴミすごいですね。まだ中にゴミ見えるんですけども、これ以上やっちゃうとちょっと今日片付けできないので、ちょっとここまでですね、掘り返すのはですね、車の部品とかですね、本当に、それじゃですね、これからちょっとゴミを中の方に運んで、ちょっと木とかですね、そういったものもちょっと分別して中のゴミ置き場の方にですね、ちょっと運びたいと思います。
はい、一通りですね、ゴミの片付けが終わりまして、少し慣らしたような状態です。まだまだこちらにもちょっと暗くて見えないんですが、ゴミたくさんありますんで、また次ですね掘り返して、またゴミの分別をしていきたいと思います。今貯めたゴミはですね、こちらに、山のようになってます。もうすごい量のゴミなので、1日でできる、量はもう限られてくるので、まちみちにですね、やっていきたいと思います。今日はもう暗くなってきて、もう体力がもう限界に近いので、ここら辺で終わりにします。また次回以降も動画アップしますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。